はようございますね。お疲れ様です。ヤッホー、ゆいだよ。今日は今日はね、レッスンでした。多分今18期全員いるけど、なんかまだ来てくれるかわかんないです。来てくれたらいいな、来てくれたらいいな。あ、シューカッチ、あ、シューカッチだ。久々な気がする。ゆいちの配信やってこれた。いや、いつもさ、頑張って朝起きてショールームしてるんですけど、なんか早起き してなんかね、ちょっとね、頭が良くなった気がするんですよ。そう、今、あ、待って、テロップで書くべきか。ちょっと待って、ビスイベントよろしくお願いします。オッケー、できた。ヤッホー、こんにちは。京都正弘さん、早起きすると頭が良くなるのか。そう、なんか頭が、あ、ちょっと待って、あ、待って、メリーゴールドじゃなくて、なんだっけ、ミラボールワックしとこう。ゆいの、ま、習ったことないけどできるワックです。待って、これどうやって立てようかな。こう立てるかな。ちょっと焦ってさ、ま、あのミラボールのことメリーゴーランドって言っちゃった。ちょっと待って、これを、あ、分かった。こう来て、こう来て、あ、いいかも。あー、もういっか。さくらさん、これ以上頭良くなったら大変。え、確かに。もうなんか今頭が良すぎてちょっと大変です。あ、むわ、む、ん、むわむわさん、雪の結晶ありがとうございます。ゆいち、ワックマスターして横山ゆいちゃんぐらいにできるように頑張ろう。え、本当に横山ゆいさんとか、私岡田奈々さんのダンスもすっごい好きで、はい、大好きです。ネモハモルーマーとか本当にかっこよすぎて、ちょっとキューってなってます。ピーちゃんさん、昨日のゆいちのテスト何点予想だっけ。あ、そう、テスト期間はもう終わって、今日は英語と国語やったんですけど、英語は多分20点はいってます。イエイ。でも20点って結構高い方なんですよ。20点で100点中なんですよ。100点中20点です。それと、あとはなんだっけ、国語か。国語は多分30点はいって、なんかね、国語はね、なんか結構番号で当てるっていうか、番号を塗りつぶして回答する系が多かったからいい感じです。え、たくみさん、英語苦手なの？英語苦手なの？じゃあ発音良くなっちゃった。え、でも私英語得意だったんですよ、中学1年生までは。あのね、中学1年生の時はなんだっけ、90点いってたんです。すごくないですか？なんか中1と中2の時代はなんかね、結構テスト期間はもうずっと夜中まで勉強してたりとかしてたのに、今になるともう諦めちゃいました。なんか白いな、なんだろう。え、なにこれ、素人を素人って呼んでたって風の噂で聞いたのですが。いや、それは風の噂です。まさか誰が素人、え、でもなんて読むんですかこれ。素人以外何かメリークリスマス。あ、ピーちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。え、あのポン酢の、あ、違う、なんだっけ、酢に人って書いてなんて読むんですか。素人、
素人？素人？なんか風の噂では素人か素人か分かれてるんですよ。素人面？素人目線？素人か。ああ素人か。素人？素人？素人じゃなくて、なんか前もね、なんかなるさんに漢字間違えたの言われたんだよね。素人か。あ、ちょっと今のでもう頭良くなりました。こ、取った。あ、もういいか。あ、オッケー、できた。え、もう本当に漢字は任せなさいですから、ゆいは。ただただちょっとたまたま素人っていうのが読めなかっただけで、漢字は結構いけます。だってもうなんて言ったって小学生の時は100点取ってた人ですよ。50問テストで100点取ってたですから、任せなさいです。なんならもしかしたらサイよりも頭がいいかもしれません。そう、たまたまです。サイもなんかね、漢字はサイよりは言える気がする。そう、ユナサイよりもね、カエさん、私はユナサイよりも頭がいいんです、きっと。はい、だってもう、だってここの18期にはさ、オウマシカっていう方もいますし、おバカのことをオウマシカっていう人もいますし、絶対私が一番な気がする。待って、オウマシカ本当にいつ聞いても、自分で言っても笑っちゃうんだけど。英語もね、あのね、中学1年生のやつだったらできる。そう、どこかのね、あいつきさんがオウマシカって呼んでたんです。どこかの誰かがオウマシカって呼んでたんですよ。おバカのことオウマシカって呼べるの、逆になんかもう なんだろう、なんかね、すごい逸材だと思います。なんか逸材っていうか、おバカの逸材っていうか。そう、あいつきさんはね、今あっちにいるんだけど、こ、来るかな。わあ、本当に。でも絶対私はひなのよりは頭いい自信があります。そう、逸材の感じはわかるんですよ。そう、どこかのね、あいつきさんが言ってましたけど、なんかね、ひなのは漢字はなんか読めないやつあったんですよ。就活地ひなの、ひなのゆいちゃん一緒にお勉強しようねって言ってたよ。ちょっと宿題はあのどこかのあいつきさんとひなのには頼んでもいいんですけど、頼むならなんか簡単なやつやらせます。やらせます。なんかね、こうひなのとあずだったら、なんだろう、そうだな、だってなんかおうましかって聞いてちょっと怖くなっちゃったんです。もうおバカすぎてなんか逆に怖いみたいな。そう、でもなんかなかなかみんな来てくれない、悲しい。あ、やばい。でも確かにこんなこと言ったらあれだ、お菓子もらえなくなっちゃう。あ、焼きそばさん、12月13日の公演、ゆなちゃん生誕祭なので。そう、12月13日生誕祭なんです、ゆなの。うわー、楽しみだな。私も今自分の生誕祭のなんか T シャツのデザインを考えてて、もう考え終わったんですけど、あれは皆さんはあれの絵を見たらやばいし、めっちゃいいってなると思います、きっと。
あ、まことさんメリークリスマス、かわいい、ありがとうございます。嬉しい、このあのギフト好きです。ラーメン書いたって、それはお楽しみに。これあの皆さん来たら多分たくさん皆さんもあのもうあのね芸能人になれちゃうぐらい本当にいい感じにできました。そう、皆さんも私の生誕祭のやつを着たら芸能人になります。その芸能人ぐらいおしゃれなやつができました。できたっていうかまだあの使えれるかわかんないんですけど、確かにもはや唯一イコールラーメンでしょうって、確かに確かに、なんかゆいってさあ、なんかラーメンって聞くとなんかゆいちゃん、ゆいってさみんな見るからさ嬉しいです。生誕 T シャツ普段着で着れそう？まさかずさん安心してください、着れます。でもなんかそんなバンってラーメンみたいな書いてなくて普通に可愛く書きました。そうそう、これで今日からあなたも芸能人です。今日からじゃない、ごめん。T シャツを着るともうオーラ出まくりな気がします。でも結構生誕祭先なんですよ、結構先。だって私の誕生日3月8日で、でもアスもアスが一番18期だと遅いのかな、3月21だったっけ、そのぐらいで。アズの生誕 T 楽しみなんだけど、お馬鹿だったら面白いな。あ、22か、アズは。結構早めの計画立てました。そう、研究生って3月多いんですよ。アウトオブ48楽しみだねって、あ、アウトオブ48見てください。今日は1時間遅くなります。あのカラオケのやつで、でもゆい前のあのアウトオブのカラオケよりかはうまくできました。なんならめっちゃね褒めてくれた、なんかなるさんとか、あとねひなのとさえも焦ったって言ってた、うますぎて、なんか本当にゆいみたいな。ちょっと楽しみにしていてください。結構ガチでもうね、あのこの前なんかバッタのチョコでコーティングされたやつを18期じゃなくてアンレームで食べててクーってなりました。そう、なんかあれ絶対で、あれなんか前回のカラオケルームで、あのあカラオケルームじゃない、カラオケであの点数を超えれなくてバッタコーティング、チョコでコーティングされたバッタを誰だっけ、なるさんと鈴鹿ちゃんとさやかなが食べたんですけど、あれね撮影裏があって終わった後にスタッフさんたちに私たちがなんか食べてみてくださいって言って配ったんですよ。そしたら普通に食べててちょっと怖くなりました。なんかチョコレートコーティングしたやつ普通こんな食べれるんだって思いながら見てました。ちょっと待って、あんま立たないこれ。チョコまみれバッタ絶対やばい。そう、スタッフさんたち食べてたんですよ、すごいなって思いました。で、これさ、グラグラしちゃうからさ、オッケー、できた、完成。なんかすごいさ、アズの声するんだけど、もしかしてアズ暴れてる？あずちゃんの配信見てて思った、知ったこと、ほっぺたが柔らかい。あず柔らかいんだ。でもゆいね、なんかね柔らかいっていうかもちもちしてる、あ、もちもちとか言ったらね、あ、さえとひなのが、ひなのだよね、ひなのです。帰んなきゃいけない、バイバイ、バイバイ、声聞いてください。みんな皆さん、ゆいちの応援をよろしくお願いします。もうみんな帰るの？まだ入ってないよ、まだいる人もいる、2人だけ。うわー、
ねえ、みんななんで映ってくんないの？ありがとう、さえちゃん。頑張ってね。あ、やばい。頑張ってね。あっ隠そう。かわいい。バイバイ。バイバイ、じゃあね。そう、あ、待って。ね、待って待って待って。ちょっと待って。ね、待って。え、ね、今さ、ユナたちまだいる？いるよ。わかった。帰んない？ね、来てよ、誰か。呼んであげな。バイバイ。頑張ってね。じゃあね。偉いよ。ありがとう。さっきはね、ずっとね、アズのお馬鹿のことね、みんなでバカにしてたね、皆さんバカにしてましたよね。何話し、あ、それしか話してないの？え、そう、あと、なんかチョコレートでコーティングされたバッタ、何の話怖い。あ、じゃみんな、違う、あ、ごめんなさい。え、そう、そう、ゆいちゃんの。え、そんなの持ってたの？持ってた。なんで？え、もらつから？え、ずっと前、ずっと前っていうか、2ヶ月前から。知らんかった。え、そんな大人だったんだ。なんだよ電車の中で聞いてる？あ、ねえ、ごめん、今さ、みんなって出たけどさ、みんな違うってコメント来てる。何が？え、僕はバカにしてないよって来た。ごめんなさい、ゆいだけでした、バカにしたの。ごめんなさい。あ、タコが来た、タコ。ね、この前ね、かすみんとギリギリチャンネルしたの。何それ？ここ座って一回。待って、今からギリギリチャンネルします。はい、ギリギリチャンネル。え、なんか顔をギリギリです。あの、いくよ。うん、よーい、スタート。またいいでしょ？もう限界でしょ。ギリギリ見えてるでしょ。え、それでこの前ね、かすみ顔 NG なのに、うん、間違えてさ、これストップしようとしたらさ、携帯がこうなってさ、見えちゃったの。それでかすみがめっちゃ叫んでて面白かった。いや、うん。からもうギリギリチャレンジもレギュラーみたいなもんだからって。え、なんかさ、ゆい大人になってくない？ん？なんだってない。え、なった。何にもなって。でもなんか化粧したら大人っぽくなるよね。なんない。え、なんで？で、悔しい。ほんとにさ、ね、待って、皆さん、ちょっと私決めたんですよ。いいね、今日からね、うん、お菓子禁止チャレンジする。チャレンジするの？うん、チャレンジっていうか、だから今日もね、あんま食べなかった。えらいね。うん。ひな食べたよ。一緒に食べよう。いや、ガチで、うん、もう体重1グラム目指す。生きていけないの。え、どうする、家のさ、あの10年後ってして体さこんなのだったら、お腹のスタイルこんなの。生きていけないよ、そんな。いや、本当にお願い、そんな生きていけない。もう待ってて。あ、いや、もう期待してて。ま、あの無理だと思ってるでしょ、もう本当に、うん、なんかね、ひなのにそれを昨日言ったら、うん、あ、そうなんだ、頑張れって言われて、悔そう、悔しすぎてちょっとマジでやろうと思いました。ひなのね、ゆいにはね、特技毒舌出るの。何？なんて？え、もういろんな場面出るから覚えてない、あんまり。でもコヒも時々出る。本当？うん。嬉しい？うん。とってもとっても嬉しい。ね、本当にさ、皆さん聞いてください。あのね。風邪治った？治ってない。最悪。でも今日さ、テスト中さ、こうしてるから鼻水が出そうなんですよ。で、してるだけずっと。待ってさ、かわいちょうに。あ、さえも毒舌、確かに確かに。え、あのさ、本当に聞いて、うん、あのさ、ゆいのおばあちゃん家来てほしい。おばあちゃん家どこにあるの？長崎の、今の長崎のおばあちゃん家がめっちゃね、うん、平和っていうかさ、平和、静かで、うん、でもね、住宅街なの、うんうん、そう、だから来てほしい。なんの、なんでだよ。で、おばあちゃん家来てほしい、本当に。コーヒーね、おばあちゃんち来てほしい。なんかね、いとこにめっちゃ似てんの、なんか態度が。なんか言ってたね、態度しない。なんかね、なんか似てるんでしょ。そう、似てたね。え、いたっけ。うん、なんか入ったばっかりの時に言われた。えー、いや、本当に来てほしいんですよ。家はダメだけど、なんか家のおばあちゃんちが似合う。ね、なんでだよ。なんで家ダメなの。本当にね、来てほしい。なんで家ダメなの。なんで、うん、なんかね、似合わない。家に似合わないとかないから。あ、でも来てほしい。でマジでおばあちゃん家いてほしい、なんか。意味わかんない。安心感がある。意味わかんない。なんで来てほしいの。クマさんいなかった。
くまさん気のせいかこれでしょ、うん、あそうすごいまさかずさんとビルベルなんかすごい金のくま金のリボンで可愛くない可愛 い, い、うん、イエーイ一応ね何も話すことなくなったらこうなっちゃうイエーイって言っちゃう夢だった熱くない熱いつけないよえつけてんのいつもえつけないの汗かくよ汗 か, かいてる確かに今お腹の音もさかの違うでしょスピーカースピーカーの音か何これね可愛くない家がやったのいや違うよ違うね何でも家にしないでえなコーヒーいつ帰る、うん、もうそろそろそろえもうそろ帰るの、うん、早いお腹空いちゃった行く7時50分までやる長いね長いくないあと1時間かんちょっと帰りみんな帰ったなんかね、ひなのとさやだけ帰ったかすみも帰ったかすみはうんかすみいつも映ってくれんのにいつもいなくなってた、いつの間にか本当にあれ、ゆなーずゆなーずはいたんじゃないわかんない今日ね、来てくれたのさやとひなのとコーヒーだけでさや準備してたゆなーずはまだやってる、いってあ、そっかそっか本当に痩せてやるんだから本当に痩せてやるんだからなんかねなんかさコーヒーさなんか似てるあのね言っていい、うん、あのチャオの、うん、あのめちゃモテ委員長の、うん、なんか変な役ね意味わかんないなんかね似てるの、ね、どういうこと似てるのめちゃモテ委員長似てんの何ねあのさあちょっと寒くないん強いちょっと寒いだよねちょっと寒いえアート部のさアート部だっけあの今の番組アンレームの番組うんでさちゃんと見てんだけどさ、うん、カラオケでさゆいちゃんなんかめちゃモテ委員長の曲かなんかの曲歌ってたよねあそう歌ってためちゃモテ委員長歌っためちゃモテ委員長だよねえそうなの番組でめちゃモテ委員長めちゃモテ委員長さ歌う人いるんだと思ってびっくりしちゃったねえでもさ前カラオケ行った時に私ずっと私めちゃモテ委員長歌ってるんですけどそう言ってたよねあのお披露目前にさ言ってたじゃんそう昔のやつ昔お披露目前にさなカラオケ何歌うのみたいな言っててさ、うん、シェアハウスじゃなくて地方組であうん、それでめちゃモテ委員長歌うんだよねって初対面で言ってたからさ本当なのかなと思ったら本当に歌ってたからそう初対面でね言ったんですコーヒーにホテルでびっくりしたえ嬉しいなんか主題歌知ってる人いるやった嬉しい面白かったでもさ見るでしょめちゃモテ委員長え見てたよ嬉しいちっちゃい頃はねちょっとさ真似していいいいの公開していいじゃん諦めてるよいいんじゃないってじゃあ何する、うんそれ月に変わってお仕置きよは違うそれセーラームーン月に変わってお仕置きよ何々ですわでしょえあのさアニメあるあるっていい、うん、ここさ、うん、手さここでかくないえわかる壁しかも短いこと決まったえじゃ あ, あ今日もパーフェクトですわでいくねあそれあいくよリップオッケー髪型オッケー香水オッケー今日もパーフェクトですわでちょっとさコーヒーにさカメラマンやってもらいたいあのさリップ OK でこうして、ね、でいいってアングルでこれ髪型 OK ってしてここにで今日もパーフェクトですわでこういいあの斜め上にやってお願い、ね、やっていくよじゃあリップは口までこの鼻までいくよせーのリップ OK 髪型 OK 香水 OK今日もパーフェクトですわあのねもっと可愛いね手映ってなかった何この茶番こだわっちゃったわめっちゃ茶番えめっちゃ好きこのあの最初のやつ多かあの好きだったみんな通ってるよねめちゃモテ委員長えそうこだわってるねカメラマンでいいや楽しかった今うんえコーヒー楽しかったでしょうん楽しかったって言って、うんうん、
え、あのさ、あれ言っていいのかな、あの X でファンの人が作った動画の話。あ、いいの、あれなんか X で成田子ひなって調べたのかな、なんか調べた時に、うん、ひなとゆいのなんかラブラブ動画出てきて、うん、ゆいに送ったんだよね。そう、なんかね、カップルみたいで、ね、カップル映像だったよね、あれは。カップル映像だった。え、なんかさ、最初ね、なんか劇場で集合写真撮ってるやつ、うん、で、あの小日がゆいの前髪直してる動画があったんですけど、でその顔がめっちゃね、お母さんなの、なんかねいつものゆめみみたいな顔してた。ゆめみ、そう、眉毛八にして、うん、でちょっとなんか必死にだって違う、なんかね、なんか忘れちゃった、マスカラかなんかがついててね、取れない、取れなかったのその顔が必死すぎてさ、めっちゃ面白かったんですよその後なんか一発ルームの切り抜きとか、そう、あとはなんかあのイーナ研究所の時とかのやつ、ね、全部優しかった、あの動画面白い、ね、面白いよね、もう本当にカップルっていうか親子にしか見えなかったゆいちさん、ゆいちさん、ゆなちゃん呼んできて、ゆなちゃんいるまだ、これゆなちゃんなんかあずとイチャイチャしてます多分。で最近なんかあず人気な気するんだけど、気のせい、あの18期から本当に、うん、え、なんかさ、ひなの、あ、なんかね、ゆいがこの前アズと喋ってたら、ひなのがね、間にこうしてきたの。ひなのはそう、ひなのはアズ最初から好きだからね。 それで、でも最近なんかゆなともさ、仲いいじゃん、うん、ね、みんな仲いいじゃん、モテモテやん、めちゃモテ院長やんゆいさ、いちいちちょっと怖いこと言っていい、あのね、小学生の時にからもうめちゃモテ院長してたんですけど、うん、あのね、あの廊下の走る音好きすぎて、え、わかる、コツコツ言って、そう、あのね、つま先でカタ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 ってやってて、それで走るじゃん、走って誰もいない廊下に振り返って、あのね、今日もパーフェクトですわって言ってたの。やばやばじんだよそれ、怖いほら、ね、それさ、たまたまさ、なんか移動教室でさ、こう曲がり角、あ、じゃあ、じゃあ、ここの廊下でゆいがそれやってるじゃん、うん、こうやってパッて見て、え、ちょっと再現やろうよ、やだよ、いくよ、走ります、で、ちょっとやってます、で、ここ移動教室やってます、はっ、あ、今日もパーフェクトですわ、え、ここもうこういうねなんかね、こういう雰囲気もね、まあ、あのほら、アニメ的にあるさ、葉っぱのやつ、うん、葉っぱがヒューンって取るやつ、バラとか出てくるよ、そうそうそう、で、あとなんか5時間、昼休みの時に5時間目もうすぐ始まりますっていう時にさ、なぜかなんか遅刻したいなって思って、教科書とかの準備できてるのに外に出て、わざわざその靴の音聞きに行ってやってた、やばくない？そうだから一時期さ、先生からさ、相談室に呼び出す、ね、大丈夫でした、柔道だよ、柔道、あえてそれで遅刻してガチのどこ行ってたんですかって言われて、あ、すいません、ちょっとなんかお腹空いててって言った、ね、あの皆さん、ちょっとゆいに皆さんに聞きたいことあるんですけど、あれ、あのゆいショートってどうですか、そう、ショート、いや、ちょっと一回やっていい、絶対ゆいはロングだよ、え、なんか本当に痩せてからショートにしたいなと思ってコーヒー見てさ、なんかショート、待って、こう見たらショート、ほら見て、ねえ、でも似合いそう、普通に、なんかね、小学1年生の時ショートだったの、前歯抜けてて前歯なくて、万博小僧じゃん、ちょ、こう見てさ、一回ここに隙間がこないとしてさ、これどう、この長さ、ええ、なんか微妙な反応じゃない、ボブにしたら、だってボブ似合う、どう？似合う？え、似合わない？お、似合う、だって、これどっちが、え、髪切ったら前歯抜かないとだ、だってやだ、せっかく生えたのに、でもね、前歯ね、前歯何回も湯かけてる、この前妹とね、あ、この前じゃないや、長崎にいた時に、家が駐車場と家遠かったんですけど、そこでね、あの走ってたの、妹と鬼ごっこしようって坂なのに、この坂なのになぜか走って、そしたらあのね、こけたの、2人とも
2人で2人で顔面からガンってこけて、してなんかやっぱ前歯なんか行った後で鏡見たら、前歯神経やそんなそんなしたらね、前歯かけてたの。やば、そんな経験あるでしょ。 今ないよ。え、何こけたことなさそうって顔面。え、めっちゃある。あるの坂道でね、一、うん、人押されたいじめ。え、それは普通に心配ないからちょっと置いとこう、いった。いや、なんかね、ゆいめっちゃこけてたんだよね。階段から回ってこけたこともある。なんか小学生の時に、もうね、小学1年生やばいエピソードしかない。怖い。そう、怖い。戻った、戻った、出てきた。え、伸びることある前歯って。え、皆さん、え、前歯って成長期することあるんですか。いくよ、ここかけました、やばいやばいって前歯がなって、どうする、ここまでなってたら前歯が爪切りできない。え、だから戻すときはハッて押し込まないと。あら、皆さんどうね。怖い、ホラーだよそれこそ。え、怖い、本当に怖い。爪切りで切らないきゃダメで。中学ではね、一回なんか変な転び方があるよ。なんか進撃の巨人の気功衆みたいなこけ方したことある。ね、それなんか、なんで進撃の巨人知ってんの。見たことあるから。すごい、なんかドスン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 。あ、そう、かすみまし、かすみまし。え、ちょっとさ、かすみ。いや、なんか本当にかすみの走り方は可愛い、可愛くない。あのさ、高校生でさ、あの走り方すんの本当に可愛い。マジで面白い。本当に可愛い。え、これさ、あのさ、5年後とかにさ、この動画見たらやばそうじゃない。カスミンに怒られそう。家の走り方こうじゃないんですよ。家早かったよね。ん、あー、ね、確かに、まあホテルで走ったよね。でもね、かすみね、そういういじり、いじられるの好きなんだよね、実は。いじられるの好きなんだよね。あのさ、アルソック見た？見てない。アルソック前半見た、前半。そう、アルソックの時に別れってあったんだけど、うん、それで、ね、隣だったの、かすみ、うん、それで普通にゆなとかあずと一緒にこうやってもうガチで走ってたら、その隣からね、なんかね、こういう手が見えてきて、えっと思って見たらさ、かすみがこう。え、かすみについていけた？みんなの速さに。え、でもみんな合わせてたんじゃない。あ、みんな合わせんの。ゆなだけズバ抜けてた、なんか、うん、なんかゆなだけガチの、なんかこんな待って待って、ゆめきさんじゃん。あ、やばい。いや、確かにすごい、めっちゃゆめきさん、ゆめきさん。こうだ、こうだった。すごい、かすみついていけたんだ。で、それでなんか本当は多分その場で笑っちゃいけなかったんだけど、うん、笑っちゃった。え、そう、なんかあずも多分ちょっと笑ってた。ニヤニヤしてた。しかもさ、隣、そのなんか最後のテストの時にさ、うん、横にさ、先生も一緒に走ってくるから、笑えないの。確かに、それは笑えないね。本当になんか、しかもそれかすみじゃないじゃん。言わないでしょ。さっきかすみ来いって言ったよ。かすみね。しかもその時ちょっとアイドル混じってるの、なんかさ、なんか、みたいな。え、それはやばい。それはふざけてる。みたいな。緊張しました、めちゃくちゃ。あそこいなかったよね、コーヒー。うん、なかった。だからさ、コーヒーのさ、別れ見てみたいんだけど。でも、コーヒーどんな感じなんだろう。でもちゃんとできそう、コーヒーは。意外とね、やってんのかもしれない。うん。そう、話もったないですよ。お腹すいた。お腹すいた、うん、飲む、いらな、いやだ。飲む、やだ。でもね、カスミ本当に面白いと思う。面白い、バラエティ班だよね。うん。バラエティ班だよね。え、てかさ、今日のさ、学校のさ、うん、授業楽しかった。楽しかった。授業楽しいとかあるの。そう、今日 ね、うん、寝たけど、なんか面白かった。面白かった。あのね、今日ね、あのゆいちゃん英語話せるの。話せる。英語の授業って中学校ある。ある。どんなこと勉強してる。え、なんかね、でもゆいの先生めっちゃなんか陽キャ。あ、待って、踊んなきゃ。いいよ。ちょちょちょ、アズダンス入れて、カスミ入れて。いつもね、カスミ入れて。いつもこんなこと一人やってんの。あ、ゆいちさんがくれた。ゆいちさん、ありがとう。雪降ってる。え、ほんとだ、かわいい。丸尾さん、ケイさん、ケイさん、
可愛い。このね雪の結晶好きなの。いいね。コーヒーも踊ろう。いつも笑うじゃん。英語で自己紹介してみるだって。では順番に行く？いいだろ。いやコーヒーもやってほしい。コーヒーの英語聞いてるからじゃあまず行くよ。ユウのソロから。ユウのソロ死ぬ。はい。なんだっけ。ハロー。I'm ユイ。I like food because I girls I'm happy. This is Wednesday. 何言ってんの？ This is Tuesday. 何言ってんの？得意ってなんて言うんだっけ。 It was dancing. 何言ってんの？え？得意ってなんて言うんだっけ。あ、good at dancing. Have a nice day. どう？うまくない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 ？で次コーヒーだって。あ、コーヒー韓国語でしてほしい。ね、聞いてる？今コーヒーがね18周年公演のね18期公演ね。あやつ踊ってるんです。ねコーヒーさ本当にさもうなんかお尻ちっちゃい。かわいい。何の話だよ。レッスン何時までね。レッスン終わりました。お腹すいたね。お腹すいてないの？なんかさ、え？食べた。食べてない。どっちやねん。内緒。待って、あのさ、急にさ、コーヒー止まってて。コーヒーのさ、タコヘアを急にバンって映すのが面白いな。いくよ。じゃん。面白くない？あ、面白くなかった、あんまり。お腹すいた。そう今日はもう帰る。ねこれさユナーズ帰った説ない？見てくよっか。見てきて10秒以内に帰ってきて。ね怖い。ねユナーズ呼びたいですか？ちょっと気まずいからまた。ねえ気まずくない？ちょっと今出れない。誰がいた？走ってきて。何 ASMR？ え、てかさっきのねコーヒー面白かった。もうみんな指出てて。コーヒー行ってきな。行ってきな。来ないよ絶対。え、来てよ。多分ユナはいつも来ないからアズでいいや。呼びに行ってくれたコーヒーがいるかでも分かんないです。ユナーズ、ユナーズ今何て言ってんだろう。何してるんだろう。分かんない。カミジラーさん行ってきなって。いやあのね、あれ帰ったわ。え、帰った？いない。え、嘘。荷物もない。なかった？うん。じゃあヒーターも帰ろうかな。ねえ、でもさあと1時間あるよ。帰るよ。帰るでしょ。もちろん。え、悲しいな。みんないない。え、ってかあずいつも来るよねショールーム配信。うん。え、来てくれなかった？後から怒っとこう。怒っとこうって。嫌な人。お馬鹿さん帰った？怒ったかな？お馬鹿さんって言っちゃって、あ、来た。じゃあ、今あと10秒で帰りたいと思います。ね、もう帰るやん、もう。もう荷物取って終わりやん。帰っちゃうんだって。帰っちゃうんだってよ。え、夢見何時まで？8時って言ってた気がする。あ、夢見と一緒帰ろうかな。はやい。
あ、お腹すいた。いいの、家まで配信しようかな。カタンゴトン。帰るとき幼稚園生の帰りの挨拶して。なんだそれ。皆さんさようならみたいなやつ。ねえ、コーヒー来て。これいいんだっけ。うん、いいんだよ。いいの、うん、え、道誰応援してるんだって。雪だるまになった。でもね、コーヒーの予想言っていい。うん、言って。推しは、うん、あの、あれ、あの子っぽい。で、誰がいたっけ。あのランちゃん。ブブー。そう、あなたじゃないの。え、そう、ランちゃん好きなんです。いたえ、あの、あれはんって感じ、わかんない。なんか太鼓の子みたいな。あ、つずみちゃん。つずみちゃん違う。つずみちゃん、あ、太鼓の子。みゆちゃん違う。みゆちゃんとか、みゆさん違う。え、誰だろう。え、ひなね、今ね、推してる人何人もいる。ゆい違う。答えられた、真顔で。ココロちゃん。そうだよ、違う。え誰。ひなはね、言ってもわかんなそう。わかる。剣持なのちゃんと、うん、ちょっと分かってないでしょ。え、剣持なのちゃん、うん、あ、あ、わかった。推しっていうかなんか応援してる。応援してる。あの、皆さんっぽいじゃでしょ。あ、そう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 、わかるわかる。その子と、あとりのんちゃんと、うん、ハイダチケン。誰好きだっけ、ひな。ね、コヒに熱く出てほしい。何だよ、ね、誰だっけ、分かんなくなってきた。トキシ…トシキ…いっぱい好きな人。トシキック…あ、ケイコちゃんも好き。ゆいちゃん誰が好きなの一番。でも、なんか前、あの、なんだっけ、東京ガール、うん、見て、でもランちゃんなんだけど、うん、でもなんか今回のコアクマ見て、ケイコちゃんになりそう。で、マジさ、一回一回なんか変わるよね。そうなの。このステージのこの子が好きってなってさ、その子のこと知りたくなる。いいよね、なんか全部がいい曲が。ね、何が好き。え、ミーとか。トシキック。まあいいや、間違えてトシキックって言っちゃった。ね、この前も言ってた。Yes. トキシック。ダンス、あの、かっこいい。なんかね、研究生のあれに似てる。基礎レッスンに似てる。なんかダンス、バチバチのダンスの基礎レッスンがあるんですけど。バチバチだよね。うん、あ、飯田しずくちゃん。あー、しずくちゃん、金髪。そう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 。あの、かわいいです、とっても。今日放送だよ。そうなの、どこで見れるの。見てないんかい。そうです、ちょっと実は名前だけ知ってます、でも。え、そう、山内美月さん踊ってた。ね、踊ってたね。ズッキーさんが踊ってた。めっちゃトキシックうまかった。基礎レッスン結構ガチガチでびっくりした、確かに。え、知ってる、見たことあんの。え、ゆいが動画上げてた。 あのね、1回目はゆいのやつ、1人のやつ上げて、他はあのね、ゆなとのやつを上げた。ああ、見た見た。でもね、なんだろう、ゆい、あの、ま、結構前から基礎レッスンやってるんですけど、あのね、コーヒー本当に上手になった。それな。え、ゆいは、ゆい元からうまいもん。でもなんか最初の頃のゆい全然覚えてないな、自分に必死すぎて。 え本当にやばかったよね、最初の日な。最初のね、初めまして1日目の、え、なんか、あの、お披露目までさ、うん、結構期間あったじゃん。あった。そんなんないか、2ヶ月ぐらい2ヶ月ぐらい2ヶ月ぐらいあって、最初の1ヶ月は全部基礎レッスンだったじゃん。そう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 。お披露目の練習してないじゃん、1回も。してない。そう、なんかね、コツコツ基礎レッスンやってたのね。そう、ずっと基礎レッスン。初日初めましてで基礎レッスンだったじゃん。え、そうそうそう。しかも韓国の踊りだったじゃん。え、そうそうなの。そう、結構韓国のやつ、これ懐かしい。え、それも私が、でも飛行機の時間とかもあって、たまにいなかったんですけど。そう、地方組はいなかったよね。え、その時のね、コーヒーかわいいの、なんか本当にマスコットみたいな。何、なんかペンギンみたいな感じ。マジでさ、なんか動画さ、見返したらさ、本当に何してんのか分かん、ただ暴れてる人でさ、みんなに言われる、
この人本当に踊れるようになるのかなって思ったって言われてでもさ、なんか元からさ、ユナーズは上手だよね。なんかアズとかってあんまでもね、え、全然覚えてないひな。なんかカスミが上手だった、基礎練わかる。え、でも上手くなったカスミも意味もなんかね、ユナなんかね、最初ひな、ユナ、ひながさ、一番端でさ、ユナも一番端だったから、端端だったからさ、ユナの記憶全くない。え、なんかね、え、ユイないでしょ。ゆいした、ゆいはホテル一緒に行った子えのね、コヒと一緒にホテル行ってる時に、初日、一番最初、初めて長く喋った時、うんうん、うわ、だって今後なんか気ずっと使っちゃう子かもって思ってた、ね、でしょ、気使ってんなと思ったもん。中学生って気使えるんだと思ってた。いや、分かってたわ、気使って、うん、こんなんじゃなかった。え、なんかどの、一回再現しようよ。帰りました、まあ、なんて言ったっけ、なんか何の話したっけね。あ、なんか何の話、長崎ってみたいな、うん、ちょっとさ、長崎ってどんなとこあるの。長崎ってどんな場所ある。え、長崎、え、敬語だったっけ。いや、敬語ではない。あ、長崎、え、なんか長崎はなんか九十九島とかハウステンボスとかなんかめっちゃ綺麗なとこがあって。あ、そんな感じ、そんな感じ。で、なんかハウステンボスって何って言ったら、今だと絶対知れないのって言うじゃんその時はハウステンボスはこうでこうでこんなことがあってみたいな。え、そう、なんかね、うん、光るライトとかもあって、いろいろなんか冬によってなんか違ったりとかとか、なんかね、うん、なんかガチの初対面って感じだった、うん、そう、本当に本当に今のゆいじゃない。え、でもコヒもだよね。え、ひな変わんなくない。え、コヒはでも喋り方が前の方が丁寧だった、うん、なんか長崎ってさ、どういうところなの。本当に子供扱いしてたそう、だから何この人って思うのがめっちゃなんか赤ちゃん扱いするやん。そう、マジで赤ちゃんに見えてた。長崎ってどういうところなのって。え、でもさ、なんかでもカスミンの元が仲良くなかった。仲良かったね。なんかゆいだけあのコンビニに先に出てて、やっぱ2人来るやばいやばい仲良い2人が来るって。そう、カスミンめっちゃさ、あのコミュニケーション能力高かったからさ、すぐ誰とでも仲良くなってたよね、うん、そう。であとさ、最初さ、ホテルの時、うんうんうん、なんか隣だったっけ、うん、隣で、だから物音立てないように気をつけてた、ね、だから静かにしなくていいのに、例えば、うん、イヤホンとか、うん、置く時にそれはやばいそう、迷子の子だった。でひながめっちゃホテルでさ、大音量で歌ってたらさ、かすみが聞こえたって言ってた。そう、なんかさ、地方組いつも青青言ってくるけどさ、うん、結局合わないんだよね。ね、合わなかったね、ね、ホテルで。あー、懐かしい、今思えば、ね、また泊まりたいな、ホテル。ホテル泊まりたいけどさ、めっちゃ疲れてたよね、あの時。なんか夜遅くと朝早くじゃなかった。そう、土日だったし。あとさ、ボイスレッスンの時のさ、夢見面白かった。なんか、うん、海外の音楽に合わせてなんか、うん、フリーダンスみたいなのを やったんですよ、18期で、うん。いや、その時に夢見が一番あの端っこで、そうだっけ、そう、夢見が一番端っこで、隣にユナだったっけな、その次がユナみたいな感じで、うん、2人並んでて、うん、音楽かかるじゃん、うん、で、なんかその最初はなんかアズとかもなんか静かにその場でなんかこうやってたとかして、うん、で、コーヒーもなんかイエーイってしたらさ、突然、まあ、なんか動いてきてるのよ。えって見たらさ、夢見がさ、なんかしてるだけさ、こう一、ね、人バーンって前横切ったからさ、びっくりした。そう、なんかね、夢見と、でもユナもまあまあすごかった気がする、うん、なんかね、もう最初夢見レベルだったよねあのね、夢見本当にフリーダンスのプロだったんですよ。なんかそれまでめっちゃおとなしかったのに、なんかフリーダンスって言われた瞬間、音楽かかったら、うん、なんかもうあーイエーってだってもうセンターって言われて、いやもうセンター行ったのもど真ん中に、そう、みんなその場で踊ってんのなんか徐々にそう、あの成長していくスタイルじゃなくて、もう最初からもなんかスタートダッシュ、もう初動全力だったよね、あれは。そう、だからその時に、あ、やばい、この子めっちゃ気強いんだと思ってちょっとね、で、しかもね、18期で一番喋りづらかったの、夢見だった。え、なんかおしゃれすぎて、だから喋る時もあ、こんにちはって、静かだしね、夢見は。静かなのにいきなり暴れてね、びっくりした。え、今の夢見だと全然さ、想像できない、ね、想像できない、ね、今考えたら面白い。ね、コヒも本当に記憶ない、みんな記憶ないんだけど、ゆい、ね、アズはちょっとだけある。ない、マジで。アズはなんか、あ、髪何のシャンプー使ってるんだろうって思ってたカスミの記憶しかない。ね、カスミね、ずっとね、怖いんだなって思ってた、ずっと。カスミ基礎練の時すごいよね。え、そう、なんかセクシーダンスが、ね、え、カスミずっと怖いと思ってた、ゆい
だけど今だと面白くて、うん、あのいじりやすい。ひなのとかマジいたってレベルなんだけど。え、ひなのさ、言っていいかな、最初のやつ。ゆいがあのもう本当に初めて見ましたって状態で、うん、一人ずつ自己紹介したじゃん、うん、でその時に私があの初めまして山口ゆい中学1年まだその時1年生で、うん、中学1年生13歳の山口ゆいです、趣味は鬼ごっこですって言ったんですよ、うん、そしたらその時ね、ちらってたまたまひなの方の顔みたいな方、うん、こうもうゆむきさんなってて、それでねこの前なんかあれどう思ってたのって聞いたら、え、何こいつって思ってた。もうさ、怖くてさ、さやと震え上がったの。あ、間違った、ごめん、中学2年生だ、1年生なかった、中学2年生13歳の山口。今中 3? 中 3? え、そうだよ、中1だったらどうすんの。確かに、今も18歳ですって言ってたわ。中学2年生13歳の山口です、趣味は鬼ごっこです。それはあのね、それで趣味は鬼ごっこですって言った時になんかみんなもして痛くなったの。なんかあのね、笑ってみな、なんかアズは覚えてる。アズはなんかうわーってしてくれてて、ユナはなんかえ、みたいな感じで、なんかちょっとあのみんなのこと見てたの。そう、見てたの。そしてでもね、ひなのだけガチで、でもコヒも笑ってくれてた気がする。サヤとかもなんかパーって笑ってて、かわいいって言って、スタッフさんも笑ってくれてて、うん、そう、みんな見るじゃん、あ、笑ってくれてる、あ、おっとで、ひなのだけさ、なんかしかも横からなの、こうやってさ見るじゃん、うん、隣らへんのツインテールしてて、うん、で、あ、ありがとうございます、待ってこういうのだと横からなんかもうね、決めてんの、もうアンリングみたいな感じ。上目遣い、え、ひなの上目遣いだっただけじゃなくていや、上目遣い、上目遣いこんな感じじゃん、うん、だけどさ、もう上目遣いどころじゃない本当にね本当に怖かった記憶がある。すごいよね、え、想像できるでしょ皆さん、ひなの顔だから、あ、やっぱりこれからやばいかもと思って。でもひなもあのメイク講座の時に隣だったの、ひなのと、うん、でなんかめっちゃ自然感じるなと思って見たら、ずっとこの状態ずっとガン見でね、ひなのさ、なんかガン見してたよね、初期。そう、サエのこともなんか言ってた、なんか見てたって。そう、なんかサエが初めてた時、なんか北海道じゃなくてなんだっけ、お菓子、あ、それお菓子だっけ、だよ、あれ、なんか思ってたって言ってた。オリーブ、あ、そう、あの自己紹介で言ったじゃん、うんうん、でその時もなんかずっとこう見てたらしいなんかみんなのことを見てたんだなって思ってえ、本当に怖かった。メイク してるのにさ、こうやってずっと隣なのにこうやって見てんだよ。え、気まずくて目そらすじゃん。そう、メイク講座あったんですよ、18期で。それでね、あの前に化粧水とかあって、うんうん、あのスプレーを間違えてさ、乳液と思ってさ、うん、とあの手に取ってさ、うん、みんなそこで笑ってくれてんの、後ろ、うん、それでさ、その時もさ、たまたまさ、あのコーヒーとかも喋ってたから、うん、コーヒーの方見てさ、隣にひなのいんじゃん、うん、もうさ、もうひなのさ、毎回さ、ホテルから会うたび怖くてさ、喋れなかった、一時期。これダンスとか記憶はなくて、ひなその、ガン見された記憶だけめっちゃ残ってる。それしか覚えてない。もうなんかね、もう本当に一時期ひなののね、あの眼力が怖かった、うん、え、初期はめっちゃ見られてた。初期はね、超ガン見されてた。で、あとね、あと一個はエピソードあるの、うん、あのね、なんだっけ、あの一回ボイストレーニングで言い訳メイビーを歌って、うんうん、それでなんか8人だから2人ずつペアで分けて、で4人に分かれて、あの歌ったじゃん、うんうんうん、歌った時にひなのとペアだったんだけど、あ、お願いしますは普通だったの、うん、でも最初ひなので、ゆいはなんかもうちょっと声量出した方がいいとか、あの、うん、アドバイスしちゃうんだ。そう、ちゃんとしたアドバイスをしてあげたんだけど、で、家を歌うじゃん、うん、そしてね、髪見たの、うん、なんか正直何してるか分かんないとかあと、あの何してるんだろうって感じなので、ちゃんとしてくださいみたいなの書いてあって、ちょっと待って、怖いねえ、なんか本当にもう持っとるとかなくて、なんか正直何してるか分かんないみたいな。すごい。え、そうだから、あ、ちゃんとなんかしてくれ、アドバイスしてくれてるなって思ったんだけど、ちょっと怖かった。本気だね。本気でいいことなんだけど、すごい。なんかちゃんと、なんか正直何してるか分からないって書いてて、あ、怒られたと思って。ゆいふざけてた？え、ちょっと、あの、
もっとあったけど、うん、まあ、最初だし、うん、軽く、そう軽くなんかもうちょっとした方がいいとか、しかもねいい言葉も入れてたの、なんかいいいいねとか。ひなもさえちゃんとペアだったからめっちゃ真面目にお互い書いてたわ、面白っそうだけどなんか正直相手が分かんないって言って、でもなんかそれがね面白かった。そう、あ、こういうこと。 今になったら面白いね。 その時だったらびっくりする。え、そう今思えば面白いなって思ってひなの性格を分かってからだからさ。でもねちょっとねあのふざけようと思ったけど、うん、そのひなのは初対面の頃あんまふざけなかった、うん、確かにちょっと気使っちゃってた。だけど今だと全然怖くない。え、待って、こんなの知らない。え、うわ、いつ36分、しかもね、あ、聞いて、今日ねレッスンでね、うん、あのなんかあのユナとわざお揃いの T シャツだったの。パーカーね、パーカー、ちょっと嫉妬しちゃった。コーヒーコーヒーが嫉妬してたよ。シューカッチ、ユイチのメール最初の頃、ひなのがユイに対して厳しいって言って書いてたよ。え、書いてたっけ、やばい、もう心の本音が、ね、本音がで夢に出てきたもん一回、ひなのだって川崎のひでさん、お久しぶりです。お久しぶりです。インスタグラム何載っけたらいいか分かんなくて、何載っけてない。え、で聞いて、今度ね、うん、もしかしたら、あ、てか、あ、さてか、あさってのオンラインお話し会で、うん、あのね、制服するんですよ、制服と、あとね、めっちゃイケイケギャルセクシーなサンタコス届いて、そう、あのね、この今日の朝もショールームで言ったんですけど、あのね、結構イケイケなセクシーさの、お腹出てるスミニスカートの、結構ギャルのサンタさんが、で、昨日ね、見て、そう、置いてあった本当にやだ。え、シューカッチ来てくれんの、嬉しい、やった。シューカッチ、あのね、あの X にね、あのユイのオンリートゥデイの豪華ステップのファンって書いてくれてた、嬉しかったヒロさん、あ、見て、クマだ、見て、可愛くない、ほら落ちてる、クマが、ほんとだ、可愛くない、うん、これ落ちてるね、落ちてる、可愛いでしょ、うん、かわっぴい。そう、ユイのね、オンリーズデイ、あれなんか結構体力使うけど楽しい。ひらっぴさん、10日のお話し会行く予定、やった。え、何日制服着るの、9、10? 12日。え、なんだよ、え、なんで、みんな9制服、え、でもなんか今日逆にしたらね、今さら。え、じゃあなんか制服持ってこようか、いいよ制服持ってこようか、え、皆さんどうですか、ギャルサンタ見たいですか、見たい、コーヒー、うん、あのセクシーユイチが見れるかもしれません、大丈夫なやつではあるんですけど結構なお腹出てた気がする、多分。で、髪型をね、ポニーテールじゃなくするかも。あ、みなばまさんがね、10日の一部、ゆういちとコヒの件だわ、だって、やったー、イエーイ、パチね、本当にいとこ見たい、この返事、かわいい、見たー、やったー。でもなんかさ、でもサンタコスするとさ、これでさ、サンタコス2回目になる。え、知ってたの、あ、知ってたね、言って許さないこれ好き、このくだり、え、帰るの、帰るよ、やだね、コーヒーが帰っちゃう、え、ねえ、それやばい、ねえ、どうしようね、コーヒーが帰っちゃう、ね、コーヒー、ほら、バイバイしないで、って、皆さん、たくさん言ってください、バイバイしないでって、バイバイ、あ、言ってないで、え、いいよ、ね、行かないで、行くよ、行かないで、ね、ほらほら、見て、ね、見て、ほらほら、見て、コーヒー帰らんでよ、だって、 See you again、 え、帰っちゃうの、え、じゃあちょっと一回さ、セブンでお菓子買ってきて、やだよ、お菓子禁止するんでしょ、もう持ってきて、持ってきて、ね、帰っちゃう、帰っちゃう、やばい、あえ、コーヒー帰った、コーヒー
コーヒー、コーヒー来た。ね、やだやだ、ちょっと待って、ね、帰った。え、コーヒー帰った。コーヒーが帰った。追いかける。あー、もう帰っちゃう。え、なんか急に静かになった。てか、あずゆな来てほしかった。え、そう、本当にね、みんなゆいち置いておけがち、置いておけがち。あずも今日来るって言ったのに来なかった。あと1時間もある。やった。ゆうまさん、コヒと喋るゆういち、あんなマシンガントーク。え、そう、なんかね、コヒと喋るときはめちゃくちゃね、喋っちゃう。なんか喋り上手だからさ、コヒが流されちゃうんだよね。静かになった。戻ってこないかな。そう、コヒね、聞き上手っていうか、あ、そう、引き出してくれんの、トークを上手。え、なんかこんな静かって寂しいんだね。さっきめっちゃ喋ってた時、なんか無意識に喋っちゃった。そう、コヒね、聞き上手なんですよ。残ってるの夢見だけ。そう、夢見ね、今レッスン中です。今頑張ってるはず。でもね、あと夢、あのユナとアズはね、何もなかったのに帰っちゃった。うん、なんか急に寂しくなった。そう、レッスンの時間もずれることあるんですよ。ヒロさん、ゆいち今日お誕生日祝いして、あ、そうなの、ヒロさんお誕生日おめでとうございます。じゃあ私から一つプレゼントがあります。じゃん、ハートのプレゼント。よっしゃ、オッケー、おめでとうございます。いいな、ゆいももうすぐで誕生日って言いたいけど、まだまだだったうちらがいるよって。そんな、確かに向こうにはたくさんの方がいるので、確かに寂しくはないですね。ランチューさん、お腹空いてない？え、めっちゃ空きました、めっちゃ空きました。でもこんな時にお菓子我慢するのがゆいなんですよね。あ、待って、皆さん待って、救世主だったの忘れてた。救世主、じゃーん、昆布、わかめ、昆布で狙ってた。イエーイ。で、これ食べながら話そう。でもね、これでね、ゆいの家の残り最後、これはね、多分お菓子に入んねん、多分ね。そうだよね、これはね、そう、お菓子じゃないやつかい。昆布はね、あの、おつまみです。これはお菓子じゃないです。多分お菓子じゃない気がする。そういう、あのね、あずにね、最初もらった。あ、見て、でも結構食べたけどまだ入ってた。やった。待って、これさ、伸ばすと何の文字になるかゲームはね、朝にやったんですよ。あ、これは何の形じゃなく、あ、え、なんだろう、これ N、 ここ隠せばちょっと N。 いただきます。数時間後のゆいち、グミもおつまみ扱いだからセーフ。やばい、やっちゃう、そういう理由やっちゃう。で、明日からってやっちゃいます、お菓子は。でも今日は絶対に、まあ、今日は絶対にしてみせます。その昆布どこに行ってるの？これね、ローソンに行ってあります。
美味しいよ。じゃあ皆さんに特別に食べさせてあげます。いくよ。じゃん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 。いきます。あ、ちょっと寸劇に入ります。あ、ちょっと待って、そこの君、このローソンで買ったさ、わかめ食べる？あ、昆布食べる？あ、もしかして食べてくれる？本当？じゃあ食べさせてあげる。じゃん、いくよ。これ広げるからね、見てて。広げた広げた。それじゃあ食べるよ。あだまされた。 OK です、ありがとうございます。うん、楽しい。え、あ、あ、もう一回し、もう一回だって。仕方ないな、次は本当にあげるから。広がってるやつ見っけ。じゃあこれを、じゃあこれを君にあげるね。いきます。ブーンブーン。失敗した。隠れようと思ったのに。ブーンブーン。はい、あーん、うん、うんうんうん。どう、おいしい？何の次か分かんない、絶対。どう、美味しいですか？あ、よかった。あ、え、これ広げたらでかいんじゃない？この、え、ちょっと待って、でかいかも。あ、そういうこと？離れちゃった。ね、見て、でっかい昆布。やった。うん。美味しい。え、でっかいこれ。うん、うん、最高。待って、これ食べるの集中しちゃったら本気出ちゃう。ゆういちさん、髪の毛染める予定は？髪の毛まだ染める予定ない、染める、まだ染めれないんですけど。でもね、ゆいは願望があって、あのね、茶髪か金髪にしたい。金髪ね、めっちゃしたい。本当にね、もうギャルになりたいんですよ。え、どうしよう、もしさ、10年後さ、ピンク色とかになってたの。もしかしたらカラフルになってるかも。
うかね。いいの？バイバイ。待ってコーヒー。ね待って。ちょっと待って。ねコーヒーが今優しいことしてくれた。コーヒーさ。投げられたけど。待ってドーナツ買ってきてくれたんだけど。ちょっと待って、やばくない？惚れた。ねえ待って、コーヒーさもういいお母さんすぎる。買ってきてくれた。ねえやばくない？ね優しすぎる。ねイケメンしかも、私方も。ねえ待って、もう本当にもうしましましまいじゃん。もうしま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 になっちゃう。やばい。まあまあ、じゃあもうせっかくくれたし食べます。じゃだってもうこれはお菓子っていうかご飯ですから、いただきます。いやもうたくさんたくさんします。もう感謝します。わ、美味しそう。チョコリングだって。いただきます。美味しい。もちもちしてる。コーヒー姉のことたくさん感謝します。で今度ねお返しする絶対。本当に優しい。アイコ持ってた、美味しそうって。アイコ持ってるよ、めっちゃ美味しい。本当にコーヒー大好きになった。大好きだけど、もずか大好きだったけど、もっと大好きになった。ワッカーさん、ドーナツ渡してそっそ、せっそと去ってくるのかっこいい。そう、今ね投げてキャッチできるようにしてくれて、じゃあねって言って去っていったんですよ。かっこよすぎる。かっこよすぎます、本当に。本当に大好き。本当にもう大好きです。いろんな人に言います。そう、何も言わないのがかっこよかった今。本当に大好きです。本当に大好き。やばい、美味しい。止まんなくなっちゃった。お菓子禁止条例出たのに。まあドーナツだし。しもっちさん、イケメンコーヒーは映らないのかなって。イケメンコーヒー帰っちゃった。まだ食べてないけど、美味しすぎて。美味しい。もう本当に今のイケメンだった。今惚れました。めっちゃ惚れました今コーヒーに。食レポお願いします。食レポいただきます。なんだろう、なんか、そうです、なんかチョコレートがなんかすっごいコーティングされてて、しかももっちもちで、なんかねめっちゃポンデリングって感じです。ポンデリングって感じです。
チョコレート味です。もっちもちです。18期の中ではコヒがイケメンで、アンレイムの中では誰がイケメンなんですか？アンレイムだと、でもヒューカさんもイケメンだし、ナルさんもイケメン、でもそのぐらいかも。でもナルさんめっちゃイケメンだなって思います。ひなの？ひなのはね、なんかイケメンというかあざといキャラです。18期でなんかで一番最初に仲良くなった人、どうなんだろう。一番最初に仲良くなった人はカスミンかな。やっぱりカスミンとかコヒとか、いや地方組だとホテルが一緒で仲良くなった。最近めっちゃ前中のビネズハマってる。あ、就活地イエーイ。さすが、さすがです。そう、チームジョイフルです。カスミンとは尊敬する有名人ナルさんです。いや違います。まだそうです。そうなんですけど、もちろんどっちも、あのユキリンさんも大好きですし、本当に皆さん大好きです。出た、アンダーザムーン内出た。もうね、今後ささやね、あの次の新曲もお楽しみにしていてください。もうね、次の新曲のレコーディング終わったんですけど。多分皆さん多分めっちゃ多分またリーチそこやるのっていうところをやります。本当にあれは早く聞いてほしい。ささやきまくり、どうなんだろう。あんまり言ったらさ、もう全部言っちゃいそうだから、歌詞とかちょっとここまでにしてきます。おいしい。得意のささやきボイス炸裂？どうでしょうか。でもゆいもまだあんまりその感想を聞いてなくて、レコーディングしかしたことない。レコーディングの状況で今止まっているので、でもね、今回はもしかしたら皆さんがあっと驚くような曲かもしれないので、ひよこ豆さん、唯一の AKB48 で最近好きな曲は、最近好きな曲はでも、もう前から、前だとヘビーローテーションとかポニーテールとしてとかなんですけど、でもあの武道館で、なんだろう、あの屋上から叫ぶ踊ってから、屋上から叫ぶめっちゃ好きになりました。なんか本当に歌詞とかもめっちゃ良くていいです。なんか爽やかみたいな感じの曲がします。屋上から叫ぶめっちゃ好きになりました。なんかいい曲すぎて。見て、昆布広がった。
もうなんかずっとなんか食事配信みたいになっちゃった。うん、でもなんか国境のない時代とかもめっちゃあのアザのソロでいいなって思った。国境のない時代あれめっちゃダンスもかっこいいし本当にすごい。あれはちょっとね踊れるようになったんですよ。ちょっと違うけど。ふん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 、生きてるんだ。ふん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 、悲しいことも嬉しいこともあるだろう、それでも止まらず世界は回る。でもゆいもそう、でもなんかもうちょっとなんかダンスバキバキのやつも踊ってみたいです。大声ダイヤモンド、え、大声ダイヤモンドも大好き。ダイヤモンド、うん、TikTok で日プの曲踊ってほしい。え、本当に踊りたい。この前ゆみに教えてもらったけど、ちょっとだけ覚えた。今何曲ぐらい覚えてるの？でも武道館コンサートで結構増えました。でもそれもまだなんか1番とかだけだけど、1ポジとかだけど、でも武道館で多分ね100曲ぐらい覚えました。曲結構頑張りました。覚えるの早いの？え、覚えるのはうん、でもすごいさゆとかには早いって言われる。うん、僕の大園公園で何やってみたい？僕の太陽公園だったら、え、でもそれこそ武道館に踊った、もう君は今は劇場で踊りたいし、でもユニットもあれ全部したいです。本当に全部したい。ビギナー踊れる？え、まだ覚えてないけどあれ好きです。あのウザとかめっちゃ好き。うん、ほんとね、リバーも好き。めっちゃダンス曲って感じがする。結構ねバチバチのやつ好きなんですよ。え、一人フル公演やってみたい、いつか。いつかフル公演やりたい。一人で、あ、え、メイクノイズ踊ったことあるよ一回。ダンスもすぐ覚えちゃった、なんか覚えたっていうか、なんかすごい今までにしたことないやつで印象残りました。うん、じゃあゆいのもし一人公演があったとしたら、あのセットリスト言っていいですか？セットリスト
まだ段階なんですけど、まず1曲目はヘビーローテーションね、そう、まず1曲目からヘビーローテーションを取って、で次2曲目はちょっと元気からのセクシー系がいいから、ここで私の好きな純愛のクレッシェンドを入れます。一旦純愛のクレッシェンドを入れます。でそこから3曲目は希望的リフレイン希望的リフレイン入れて、で次4曲目はじゃあ4曲目は涙の表面張力一人でキリキリ。なんか次の5曲目はかっこいい曲来たらここでメイクノイズ入れて、で次6曲目にネモハモルーマーで、7曲目もネモハモルーマーで2回やります。ネモハモルーマー一旦2回ネモハモルーマーやります。そして次に元彼です2回やります2回やります。そしてそうだな、2回でも足りないかも普通に。だから元カレです、だから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 ちゃんが来ました。そしたらもう一回トゥルトゥトゥルが始まって2回元カレですやりたい。そしてそこでもう一回ネモハモルーマンを挟みます。そしてそうだな、そっからそこから何がいいかな、何にしよっかなそっからダンスワークとやります。ダンスワークとやって、でそこでやっとオープニングの MC、 皆さんこんにちは、 AKB48 18期研究生の山口ゆいです、イエーイ、やりました。そしてはい、やって、そして山口ゆい公演始まりました、イエーイ。それではまずはじめにヘビーローテーション、なんだっけ純愛のクレッシェンド、なんだっけ、ネバホルマ2回元カレ2回とか言ってを聞いていただきました。本日のお題はって言って、それで、そしてなんか本日のお題はとか言って終わった後に、それでは続いての曲に行きたいと思います、皆さんたくさんコールお願いしますって言って吐けます、吐けてもう10秒で着替えます、着替えて出てきます。でそうだな、そっから一旦でもハートエレキも可愛いね、どうしよう迷っちゃう、なんか勝手に。そこでもう一回ネモハモルーマーやります。ネモハモルーマーの次にメイクノイズやって同じやつしか踊ってない。それででもハートエレキもめっちゃいいんですよねじゃあハートエレキ入れて、でそこから一旦これ次可愛い系、次はじゃあ恋するフォーチュンクッキーを入れて、そっからポニーテールとシュシュ入れて、エブリデイカチューシャやって、でそこからなんか抱きしめちゃいけないとかやって、で一旦 MC 挟みます。でここで次が最後の曲になりますって言って
安定しました。それでレスキュー隊の訓練みたいなハードと確かに来ましたら、次はそこで一旦君のことが好きだからやって終わりました。でアンコールで出てきます。でそのアンコールにどうしようかな。アンコールに何しよう何しよう。アンコールに元彼投入。一旦ここでどうしようかな。アンコールでただいま恋愛中やって公演曲だけど、あ確かに。で来たら会いたかったやって、でそっから一番最後はネモハモルーマーで締める。今何曲言ったっけ、多分40曲ぐらい言った気がする。これが私の公演です。でもこれ多分絶対現実でやったら死にそう、理想だけど。全部でもさすがにワンハーフです。ワンハーフだけど、ちょっとこれで山口由衣公演確かに由衣もなんかアズの見て国境のない時代とか踊りたいなと思ったから、国境のない時代も入れようじゃん。何時間想定？まず開演は17時で、多分終わるのは夜中の12時ぐらい夜中の12時に終わって、そう、そっから帰ります。そっからステルスくんさ、申し込みいつからって。申し込みどうしようかないつにしよう。でも多分これやるとね、なんか体鍛えられそう。見る方もいろいろと試される。確かにこれネモハモルーマンに多分5回ぐらい言ったから、確かにユリの生誕祭でね、私の特製の T シャツを着て皆さんお越しください。ぜひ。ね、でもハードな曲結構好きなんですよ。きついけど好き。確かに。でも多分次の日体絶対やばくなりそう次がちょっとやばそう。確かに次の日なんかもうもはや声出なさそう。確かに。お昼目の時のネモハモ好きすぎてめちゃくちゃ見たね。いやなんかね、お披露目の時のネモハモルーマーとその武道館コンサートの練習の時のお披露目動画編集くっつけて見たんですよ。なんか本当になんか夢見とかカスミンとかもちろんコヒとかもだけど、みんななんかダンス上手になってて、もう本当にいい感じです。もうなんか泣きそうになった。なんかね、最近ね、なんか涙の表面張力とか謎に18期で踊ってます。あ、雪だ。確かに山口由衣公園全部フルサイズでやってみるやってみるってね。でもネモハモルーマーフルで5回で公園ってやばくない？しかももしそれが山口由衣公園3日連続とかなったら絶対やばい気がする。涙の表面張力ユニットで誰がいいかな。わあ、間違えてシェアしそうになった。涙でもなんかお披露目の時はアズ
かすみん、ゆい、さえだったの順だったんですけど、そうゆうまさん、ゆいち最後は立っていられるか、え、わかんない、最後多分、最後どうなんだろう、多分きつすぎて最後はなんか逆に MC とかお見送りとかも横になりながらありがとうございましたって言ってるかもこんな感じ、ありがとうございましたみたいな感じになってそう、もうもはや立ってなさそうです24時間コンサート、え、やりたい、めっちゃやりたいです、え、24時間コンサートやりたい、なんか企画とかでやりたい、でも多分見てるお客さん側がきついかもあの客席にベッド用意してきました、ベッドもちゃんと用意して頑張ります。4回目の根も葉もあたりで客席に寝てる客いそう、確かに、え、なんかそれかあれやりたい、アズとかもう2人入れて、アズ入れて手もでも涙とかやりたい、あの武道館コンサートのね、あのマホピョンさんとユキリンさんの手もでも涙めっちゃ感動しました、なんかあのセットリスト公演劇場曲のやつで後ろから日野のと見てたんですけど、摩天楼の衣装着てたんですけど、めっちゃなんかもう感動しちゃって、そう、その前日になんかあのあ、そのユキリンさんとめっちゃ長いメッセージ送って会話できると思うじゃなかった、そう、なんかそれをアズ、あの手もでも涙とか普通にアズとかとやりたい、すごい好きです、曲とか、まあ、歌詞も全部好き、大好き、でもでもの涙、え、しもっちさん、え、7時間のライブに参戦したことがある、すごい、7時間すごい、これで24時間やばい、あ、聖一だ、夕飯食ってきた、ラーメンですか、ラーメンですか、え、なんかソロコンサートとかいつかやりたい、そう、本当にゆきりんさんとまほぴょんさんのよかった手もでも涙ぐーれ、え、あと、え、でもなんかね、公演、あの武道館コンサートのおかげで知った曲とかいっぱいあって、あの回遊魚とかめっちゃ好きになったし、でも摩天楼も好きになったし、なんかいっぱい好きになりました、でも手もでも涙本当にやりたい、なんかサイとかイナとかってやりたい、くれない、どんなにでもどんな、キャパシティ本当にかっこいいダンス、あれなんか自分がまさかあの大島優子さんのポジションで結構ね移動が多かったんですけど、本当にねキャパシティはもう好きすぎて、好きすぎてなりました、いや、サイト、あ、でもサイトもいいな、でもでもやりたい、いや本当にね、もうねキャパシティ、あれなんかダンスシーンがめっちゃ多くて嬉しかった、あー本当にもう夢すぎて、なんか今ここのレッスン場にいるの忘れてました今なんか武道館コンサートのあの景色の姿を思い浮かびすぎて今レッスン場にいるの忘れてましたしかもだって気づいたら残り20分っていうね、そう、私チーム K さんの曲大好きなんですよ、なんかウフホとかもあの下口さんが面白すぎて、もうとにかくそのウフホ見るためにあのめっちゃ急いで着替えてモニターから見たんですよ、もうカメラ目線とかめっちゃ最高でした、あ、
なちさん、おじいちゃん、クマありがとう。かわいい。この下に落ちてるのかわいい。触れそう。あ、触った。ひななさんのね、ウッホの時の、あのリハーサル？リハーサルの時めっちゃ面白くて、みんなでなんか笑いが起こってました。マッピーさん、ゆいちから見て大島優子さんどんな存在？大島優子さんはもう私のなんて言ったらいいの、もう神というか、もう私のもう本当に夢の夢の夢の方で、でもね、大島優子さんのダンスとかいつも憧れてよく見てるから、そう本当にあの大島優子さんみたいになれるように頑張ります。え、なんかこのショールーム10年後とかに見てみたいです、今の自分。10年後どうなってるのか本当に知りたい。10年後って何歳？めっちゃ年だよ絶対。で今14歳だから24だ。24になっちゃう。本当に。本当にやばい。え、皆さん、あの大人のゆいち想像できますか？いや、なんか自分の大人全然存在わかんない。確かに10年後どうなのかな。想像できますか？嬉しい。あ、待って待って、あ、ミラーボールだ。で最後にロックダンス。体重 1g になってるかな。なってたらいいな。なんならもう骨。それはダメか。あ、よしふみさん、ミラーボールありがとうございます。皆さん早く大人になりたいです、もちろん。10年後ってか、いるのかな。アズも、アズとかカスミンとかいるかな。なんかみんなでずっと言ってるんですけど、卒業しますっていう発表を18期もみんなで一斉にしようとか言ってたんですよ。そう、みんな一斉にね、あの公園で言ったらどうなるんだろうとか話してたんですよ。本当にどうなってるんだろうって感じです。そう、急にね8人いなくなる、ちょっと嫌ですよねそれは。18期みんなで声合わせて、それちょっと待ってくださいって声を合わせていって、ここで私たちからお知らせがありますって言って言ったらどうなるんだろうって話してて、でも絶対ないけど、イエーイ。でも結構長く続けれたらいいなって思って。本当になんかもうゲームだって18期の誰かが卒業って考えてたけど本当に悲しい。もう本当に、でもいい、まだなんか中学3年生なのが悔しいです。なんか早く大人になりたい。本当にね、早く大人になりたい。もう切々にね、24歳になりたい。でもね、若いやつは、あの若い、なんていうの、体力が残っててほしい。
そう、まずね高校卒業できるか分かんないから心配だな。え、高校卒業できるか分かんないです。大人になってしたいことは、でもなんか大人になったらご飯いっぱい食べに行けるなって感じ。そう、だって10年後なんか新しい食べ物絶対いっぱいなんか開発されてるし。そう、なんかもしかしたらショールームで言ったみたいに空飛ぶお菓子とか実現してるかもしれないし、どうなるんだろう。なんかそれのために大人になりたい。空飛ぶお菓子。未来の食べ物どんなのあるんだろう。確かにその時 何期生までいってるんだろう。10年後だと予想は30期生な気がします。予想は30期生な気がする。そう、確かに。そしたらゆうはもうお菓子いっぱいあげます。もうお菓子以外にもあげちゃうかも。29期生とか、確かに。それは確かに。29期生。その頃、ね、早く選抜にも入りたいし、頑張ります。ドンキのビルが持つのだ、持つよ絶対。家が建築します。建築？頑張ります。ゆいが後輩可愛がってる姿想像できない。後輩いっぱい可愛がりますよ。そう、ゆいもね、さっきのコヒみたいにドーナツを投げておごるっていうのをしてあげたい。ケイタさん、ゆいちゃんが先輩って信じられない。19期生年下は絶対来ますよ。13歳は絶対来る気がする。逆に後輩に餌付けされてそう。確かに。どうしよう。でもそれならそれで大好きになっちゃう。ハト。本当に。どうしよう。でもそれでさ、いや、結構さ、カッコつけるのになんか得意じゃなくて、頑張んないといけないんですけど、後輩にさ、19期生のみんなにさ、ドーナツ投げてさ、ねえ、山口さんから、ね、投げられたんだけどって言われたらどうしよう。それはやだ。それはやだ。でもゆいはね、本当に可愛がってあげたい。仲良くなりたい。可愛がってあげたいっていうか仲良くなりたい。あ、せいちさん、あ、可愛い熊置かれた。可愛い撫でよ。ありがとうございます。かわいい。しかも2個立ってる。かわいい。かわいい。確かになんか、失敗したらね、投げつけられたって思う。確かに確かに。なんか、渡すタイミングとか間違えたら。なんか逆になんか、私よりちゃんとした子とか入ってきそう。なんか、鬼ごっこしようとか言ったら、すいません、みたいな。あ、大丈夫ですとか断れたってどうしよう。でもまあそれは、まあ、先輩なのでね、してもらいます。してもらいますって言ったらあれか。
え、どうします、あの19期生のお披露目があって、その次の日に、おいゆいちって言われたらちょちょ、なんか別にいいんですけど、おいゆいちって言われたらはいってなっちゃう。おいゆいち、小学生ならゆいちでも先輩できそう。もちろんもう小学生が入ってきたら、もうなんなら勉強教えてあげます。うん、どうしよう、本当に怖い。なんかでも楽しみ。楽しみだな。鬼ごっこしようって言って、19期生がそんな子供っぽいことしませんって、ヨッシーさんめっちゃ言われそうなこと考えてくれてありがとうございます。いや本当に言われそうです。やめときますって言われそう。なんかちょっと気使ってちゃんとなんか断ってくれそう。ちょっと申し訳ない。でも本当になんかもうずっと遊びたい人なので、本当にね、そうちゃんとそう自覚はあるんですよ、自覚はあるんです。でもしかしたらゆいが19期生のみんなに勉強を教えてもらう側かもしれないです、もしかしたら。ケイスケさん、ユイチさんと鬼ごっこをするのが夢でした。え、それは嬉しい。え、それは嬉しい。一緒にしましょう、ぜひ。なんかの企画とか。ひよこまみさん、ユイチってゲームする？もちろんしますよ、本当にたくさんします。なんか太鼓の達人とかいっぱいやる。たまごっちしますか？します。え、なんかアンレイムのあの TGC であのデビューさせていただいた時に、あのね、たあの入ってて商品の中に。それでたくさんあのひなのとサイトしました。でもゆい、皆さんあとゆいが大学生になった姿想像できますか？ゆいなんないんです。ゆいがなんかちゃんとそもそも大人になれるかどうかも全然。誠一さん、俺ゆいちタクシーしたことないから、したことありますよ。ありますあります。勉強してる姿が想像できない？確かに。でもできない。あ、かわいい、メリークリスマスって、うわこれ好き。あ、ひらぴさん、ひらぴさんありがとうございます。いや本当にこのねギフト好き。ね、大学生、大学生の鬼ごっこって言ったら絶対やばい。あ、大学生っていうか、その大学の大学生の年とか なれるのかなってなります。待って、てかあと5分しかない、早い。なんかあっという間の2時間だった。え、今小学生に見えますか？え、結構頑張ってカッコつけてたつもりでした。なんかいつもなんか勝手にカッコつけちゃうんだよね。なんか今日数学のテストを見て、なんかゆいって改めてバカだなって感じました。全然あのやらあの分かんなかったです。あ、深夜さん、スノードームありがとうございます。ありがとうございます。ちかありがとうございます。よし、
あ、まあ、まあいいか。ランキングは47分とかになったら読んじゃおう。すごい、もう2時間やった。今日全部で3時間やった。やったね。すごい、今日なんかめっちゃ喋っちゃった。ごめんなさい、めっちゃ喋っちゃいました。よし、じゃあランキング読んじゃおっかな。いや、今日なんかいつもより喋った。今日ね、そう、朝の6時から7時も配信したんですよ。そう、頑張ります。また明日はね、あれだ、18周年公演ですね。皆さん、ゆいのこと見に来てください。見に来てください、見つけてください。ゆいも踊りますので、よかったら見てください。え、じゃあランキング読んじゃっかな。ランキング読みます。よし、 OK、 それでいきます。13位、ヒンメルさん。ヒンメルさん、ありがとうございます。続いて12位、ワッカーさん。ワッカーさん、ありがとうございます。そして次11位、ゆういちさん。ゆういちさん、ありがとうございます。お手紙もちゃんと届いてますよ、ありがとうございます。で続いて10位、よしふみさん。あ、よしふみさん、ありがとうございます。イエーイ、はい、あ、ハイタッチ見える、イエーイ。どこ、あ、続いて9位、まさふみさん。うふふって、うふふ、ありがとうございます。続いて8位、ひろさん。ひろさん、ありがとうございます。続いて7位、まことさん。まことさん、ありがとうございます。続いて6位、きむてつさん。キムテスさん、ありがとうございます。続いて5位、ミサパパさん。あ、ミサパパさん、ありがとうございます。で次4位、ピーちゃんさん。ピーちゃんさん、ありがとうございます。そして次3位、ひらっぴさん。ひらっぴさん、ありがとうございます。続いて2位、せいいちさん。あ、しげみそラーメン仲間。あ、おちぎみそになったんだ、やった。ラーメン仲間、ありがとう、ありがとうございます。そして第1位、なっちさん。あ、おじいちゃん、ありがとうね。劇場も皆さんぜひ見に来てください、たくさん。てか、なんか言おうとしたんだけどな、またなんか言おうとした。なんだっけ、なんだっけ、なんか言おうとした。うー、なんだっけ、なんか言おうとしたの、なんだっけ。まあ、いっか。じゃあ、また皆さん、今日もいい夢を見てください。じゃあ、今日はお腹いっぱい、お菓子は絶対に我慢します。あ、そうそう、あ、分かった、もうすぐでお話し会だね、楽しみです。お話し会ね、あのギャルサンタとか、あ、おしましも使える日もあるのでまた言うんですけど、ぜひまた見に来てください。で、そう、おやすみなさい。小学生、小学生じゃないよ。じゃあまたね、バイバイ、みんな